サッカーのワールドカップを2年おきに開催する案が出ていますが、武井さん賛成ですか？私は自分自身がサッカーをしていて、サッカーを職にしていく目標があること、各国の選手のみならず、陰で支える関係者の4年おき開催だからこそ、マイドラマが一つのワールドカップの魅力だと思います。また、2年おき開催だとワールドカップの価値が下がってしまうのではないかと思います。まあ、確かに、4年が2年になったら、価値は半分になると思います。はい、シンプルに。4年おき開催しているワールドカップが2年ごとに開催されるとしたら、何としてでも取らねばならぬっていう思いは薄れると思いますね、間違いなく。うん、2年ならまあ負けても次もあるかと思うし、ただ4年後だと自分が代表にいないっていう可能性もあるし、かなりね、だいぶスポーツって動くんで4年あったら。だからこそ結構価値があると俺は思うから、オリンピックもそうだけど、2年に1回あったら、オリンピックほど燃えないんでね。ワールドカップもそうだけど。だから陸上の世界選手権って2年に1回だけど、世界選手権はまあ、陸上は燃えるけど、だけどワールドカップ、オリンピックは2年にしたらシンプルに価値半分だと思います。はい。間違いない。うん。だけどまあ、ビジネスとしては成立するんだろうから、2年おきにやりたいって思いもあんのかな。でも2年おきにワールドカップやってたら、多分クラブから反発あるんじゃないですかね。やっぱりずっと強化しなきゃいけないじゃないですか、代表チーム。だからやっぱりクラブでの活動に支障が出てくると思うんですよ。2年おきにやってたら。1年プレーしたらもう次の年代表活動しなきゃいけないでしょ。だからもう自分たちのクラブに貢献することがあんまりできなくなってくるから、ちょっと反発起きるでしょうね。ワールドカップはもういいやと思う人も出てくるかもしれないですよね。うん。だから、まあ俺は4年のままがいいなと思うけど、短くしても3年だなと思うね。3年に1回とかの方がいい。2年に1回は多すぎんじゃないかなと思うけどな。